これドッペルジャンガー本日8位をおまけかね、秘密のグリルちゃんを使います。じゃん、広げるよ。これが本体、いつもこれ薪とか乗っけとこね、こういうやつね、本体、こういう飯状ね。よりきさんの動画を見てもう気に入って、名前の可愛さから惚れちゃって、これ足をこれね、こうやって足を突っ込んでくる、これが本体になりますね。それじゃあこれで、まずこれでね、ここね、こうじゃないよね、こっちでいいんだよね、こんな感じ。これが本体、こんな感じで、これが8本あるんですか、お得になるやつね。8本、全部8本、1、2、3、4、5、6、7、8本、で8本ついてる、ね、こうやって行ったから今このサイドから、5本ぐらいでいいかな、やっぱり8本だと全部上にプレート、バーベキューとかだったらさ全部取った方がいいけどね、プレートでやるから何本でもいいかもしれないね。4本使った、4本だけやって、こんな感じ、ね、じゃあこのスタイルでやろう、この五徳部分を2本でこんな感じ、はい、どうもね、全部4本あるけどね、まあ2本でもいいと思う、いっぱい全部やると、あ、でも安定はいいのかもしれないな、全部やるとね、あ、でも日本で全部やっちゃおうか、やっぱり最初は全部やってみようか、フルにやってみようか、どうも、やっぱ全部使ってみようか、全部一番一回ぐらいはね、フルにこうやってね、これでこんな感じ、かわいいでしょ、これが秘密のグリルちゃん、今日初仕様だよ、こういう感じだよ、こんな感じね、はい、今日はこれいつも通りこの上にね、ダイソーのこれこうやって炒め物やろうと思ってます、この上でこんな感じで、あ、黒見えるかな、こんな感じね、うん、もうこれもう油断できちゃったらすぐ取れちゃうんだよな、このダンロップのミニテーブル、これにねミニノート置いてくる、はい、いい感じ、いい感じ、はい、こんな感じです、どうも、彼女は今今日はいない、今日は一人、いい感じですね、うん、こんな感じでやるよ、はい、そうね、そう、炭火だったら焼き鳥だろうね、今日はね焚き火なんでね、これで、ね、このこれは芋、いつもの400円でダイソーで売っているフライギステーキの芋のプレート、これでやるね、まず燃料の町を割ろうか、だから燃料の町、これを取ってまいりますね、こうやってね、こんな感じね、じゃあ町割りからいきましょう、町はね、日本だけでいいや、日本だけ。いいから。
らない。固定だから日帰りだったらこれだけの十分だよな、ね、日帰りだからね。脇とかネットで買ってます、ヤフーショッピングで、ね、巻き割りからで折れるぐらいまでね。はい、どうもね、やりますよ。うん、もう一回。おのちゃん持ってこなかった。うん、ありがとう。今日ね、20分じゃ。川越歩くと15分。通る通って20分ぐらい、うん。うん、今日は家族連れ、この辺はね、お花見しろかな。新緑の里見公園お花見広場からね。さて、今日はこれで、ね、早速ちょっと避けといてメインに据えて、まあこれだけよかまだ、はい、やるよ。これでやります。まあ今日はね、これだけじゃない、これだけじゃない。ペレット持ってきた。ペレット、燃料としてペレット、ペレットを持ってきた。ただもう網目が怖いだからね、起きないと思うんだ、目が細かいから。ペレット2缶ぐらい入れようかな、2缶ぐらい。ペレット、ペレット、目が細かいからこういうペレットでも起きない。あ、結構な量あるね、これでも。ペレット、まずペレットのっけた。まあこれで、これ口の大きい缶だから取っとくといいんだ、物入れにね。このアロマックスの缶はさ、物入れにいいんだけど、普通のね、口がでかいからさ。で、ライター、忘れてませんよ、ライター。大丈夫だったI'm
かないね。難しいね。やっぱティッシュペーパー、ちょうどのティッシュペーパー、いつもティッシュペーパー。まあ塩越しから、塩越しからなる幸せ。シュシュシュ。つかなかったから消えちゃった。よりくさんだったらさ、こういうのやるんだろうね。よりくさんだったらさ、こういうやつで使うんだけど、もう使えないんだよね。もうできないんだよな。ティッシュペーパーで、足がつかないね。まあつかないね。難しいね、塩越しがね。いつも通り塩越しに苦戦だよね。いかんかんだよな、つくまで。死がつくまでは何も食えないからね。火がつかないよ。ああ難しいね。いやもう早速文化炊き、やっぱり文化炊きつくか。文化炊きつく。文化炊き。やっぱお手軽文化炊きつく。これでどうかな。あ、でかいのも入るんだよね、これ火がつけばね、こうやって足から入れてこうやって。あ、でかいの入れやすいね、やっぱこれね。まだ火がつかない。炎なる幸せやった。今日撮影しながらまだつかないね。初めてのグリル、秘密のグリルちゃん。
緒に入ればいいんだけど、やってくるときかな。カバンの方が。全部8本立てでもね、横からはでかいからね、薪も結構太めの石がくっつけばさ、継ぎ足しの薪は横から入るよね、でっかいの。もういい感じ、いい感じ。まだ太めの石はつかないけどね。はい、こんな感じです。あげるよ。お互い様だから、それぞれお互い様で願わない。いいことしかしない人間もいない代わりに、悪いことしかしない人間もいない。人間はいいこともすれば悪いこともする。そうだよ。だから一つの悪を見つめ、悪事を見つめ、それぞれ全否定するのは間違いだからね。を見つめてさ、そいつは一方的に悪いやつを決めつけるの、それはすごい危険な発想です。おお、いいじゃん。マキにもペレットに虫ついてるからな、なかなかいいでしょ。炎なる幸せ。ウェットティッシュリンとウェットティッシュリンと紐のプレーでちょっとさっと拭いて、今日はこれで今日は買い物します。こんな感じ、ちょっと見えないから、はい、こんな感じでやるよ。あ、紐のプレートいい感じ。もういいでしょう。まあ今日はね、ステーキから焼こうか、ステーキ。ステーキ焼こうか、もうステーキ買ってきたんだ。じゃあ、はんぺんステーキ。はんぺんステーキ。はんぺん焼きます。はんぺんステーキ。調味料と関してはこんなに入ってんだ。割り箸。おお、いい感じ。すごいいい感じ。あ、どうも、こんな感じ。あ、どうもね。今日ははんぺんステーキ買う。油。オイル。油はね、これ。サラダ油で焼こうと。すごっ、炎が上がってきた。もうちょっと持って油引きます。ステーキ油を、こんなもんでいいかな。で、油引いた。おお、いい感じ。こっち持ってこうかな、今度。おお、いい感じ、いい感じ。冷静。
ステーキ行くよ。はんぺん、はんぺんステーキ、はんぺん、はん、油がやっぱ斜めってっからな、油が向こうに行っちゃうね。まあそれはしょうがない、アウトドアだからね、全部が平らな場所ってわけにはいかないからね。はんぺんステーキ、でね、ないの。ナイフで切ろうか。ナイフ、ナイフ。ナイフでちょっと。駅前で十分だったね。駅前で置けないね。はんぺんステーキ、すぐ引き返す。もうやっぱ熱々だからくっつかないから、やっぱ。おー、いい色だ。おー、いいね。半分、2枚目取った。2枚目、半分ステーキ、ちょっと切った方が良かった。ゆすりだねずに言うね。はんぺんステーキです。今日はんぺんステーキ。おお、いい色だ。はんぺん一番前に、ね、こうやってソテーするのがね。今日ははんぺんのステーキです。こんな感じ。はい、油は敷いたよ。油最初に敷いた。牛肉と比べて全然はんぺんの方が安いんだよね。油は最初に敷きましたよ。油敷いたよ、それね。お、もういいんじゃん。油が寄ってく、向こう側に寄ってくからな、油。あ、ステーキもいい感じ。お、うまそう、うまそう。わー、うまそう。この上に醤油かけて垂らして、垂らし醤油、醤油垂らして、おお、こんなもんで斜めってっからね。これちょっと、はい、今日は醤油味です。おお、いい感じ。ひとまずおろそうか。できた、できた。はい、これ台代わりにして、まな板を台代わり。じゃあおろします。はんぺん、へえ、お、最終日はこんな感じに。ちょっと巻きくぼとこうかな。こんなもんいいかな。
いい感じじゃん。あ、いただきましょう。はんぺんのステーキいきます。はんぺんステーキ一杯、醤油味。おー、いいね。いただきます。今日ははんぺんのステーキから。いただきます。はんぺん、うん、うん、うめえやん。うん、最高やん。うん、うん。で、一杯、今日の一杯これいきます。今ローソンストアでよく売ってるやつ。これでベルモントのテーブルです。ベルモントのベルモントのテーブルです。コップ使って。タオルにくるんでいつもね。いっぱい。いつものコップ。アウトドアだから注射器なんですね。あ、いいね。酒の用意もできた。はんぺんのステーキをくつまみながら。はんぺん、はんぺん美味しいよね。さ、普通にソテーして醤油かけたやつ、ステーキね。いわゆるはんぺんのステーキってやつ。うん、うまい、うまい。うん、ほいで一杯。あー、コップ酒。あー、ほいで一杯は活力さんの場合はコップ酒やってますね、場面。いいでしょ、清水、初使用、清水のグリルちゃん。清水のグリルちゃんです。いいでしょ。やっぱ口がでかいから一回炎がついちゃえばさ、太い薪でも直接入るのがいいね、ビーロックンよりね。まあ、なんと言っても値段はね、ほぼビーロックンとほぼ同価格。5000円ちょっと。5000円前後。まあ、乗車によっていろいろあるけどね。はんぺんうまいね。うん。あ、いいよ、はんぺん。お、いい感じだ。膨らむのがうまいんだよね、はんぺんはね。はんぺん、よくサメなんかを使うんだよね、はんぺん、サメね。うん、ああ、コップだけ。これが炎なる幸せだ。あ、ペートにも火ついてきたね。もういい感じ。最初の細いのはもう燃えていいでしょ、これ焚き火台。これが清水のグリルちゃん初使用。里見公園のお花見広場ね。もちろんお花見広場は直火は禁止だけども、こういったコンロで焼き台があれば火は使ってもいいんだよ。ここは焼き台があれば。高さはビーロー君の足と同じぐらいが高さは一緒ぐらい、うん、高さは一緒。キャンプの時はね、ご飯持ってて、ご飯もこれ炊こうと思う。ご飯も今日日帰りではご飯持ってこなかったね、日帰りなんでね。キャンプの時はクッカーでご飯もこれ炊こうと思う。はんぺんうまいよな。うん、おいしいね、はんぺんね。いいでしょ、グリルちゃん。清水に
いや、他にも家族連れでいっぱいいます。今日はイチョウの木の下、今日はイチョウの木の下でやってます。イチョウの木の下いるよ、やってる人。油は敷いてない、最近、うん、もうケーキがないですよ、ケーキがないです。ケーキって言えばあの人がケーキじゃない、有名人で言ったらあの人、あの春日っていうんじゃん、春日、あれケチだよ、春日っていうのね、あれお笑い芸人のあの人ね、あれね、あれなんだ、カーネル・サンダースだっけ、カーネル、なんだっけ、カーネルじゃなくて、なんとか春日っていうんじゃん、あれケチなんだよね、あの人はね、なんとか春日、出てるのない、なんだっけ、あれ外国人の名前みたいな名前の春日っていう人、ね、オードリーだ、オードリーの人ね。あれ、ああいう人はケキって言うんだ、うん、もうケキじゃないからね。はんぺん最高、はんぺん最高、はんぺん最高ね。わー、焚き火の炎もいい感じ。もう一個入れとこうか。これ横からこうやって入るのがいいんだよな、横からこうやってね、横から。炎のある幸せ。これが炎なる幸せ、世に言う炎なる幸せってやつ。いいでしょう。ドペジャの秘密のグリルちゃん。すごいいい感じ。もういい感じ、いい感じ。一番重たいな燃料ね、巻き持ってきた。はんぺん。うまい。はんぺん最高。金属のもと。今いるのはイチョウの木です。イチョウの木。良いところの下で。そう。なんか、そう、松崎勝子さん、ケチではありません。オードリーの春日がケチなんだ。ああいう人のケチって言うんだよ、オードリーの春日っていう人、あれかケチ。すごいいい感じ、炎がいいね。もうこの炎を楽しみたくて来たからさ、炎のある幸せ、いいね。ああ、いい感じだ。冬場は絶対これやりたい。冬場いいね。山はさすがにね、薪担いで大変だから、山はこれやんな、経年上で我慢。山はね、うん、山、登山は山の分の大変だからね。すごいいい感じだ。やっぱ下にペレット並べるといいね、うん、並べておくと。おー、いい感じ。シフ希望、あ、これバーゴンのシフ希望ね。これおー、シフト棒吹くとこんな感じ。あー、いいね。これか、やっぱり下、灰は起きない、 目が細かいから大丈夫よ。灰起きの心配もない、地面を起こさなくて大丈夫。
いや僕かすりこさんケーキじゃないから、はんぺん、はんぺん、まずはんぺんの昨日言ったらステーキから、今日はね、はんぺんのステーキ、まあステーキから食べてますね、ステーキから。ステーキってことは別に肉とは限らないからね、これ焼くことがはんぺん、まあ炒め物全般がステーキっていうからさね。だからビーフステーキ、ビーフステーキって言葉あるの、基本ステーキだけだったら肉とは限らないからね。そうだ、だからビーフステーキっていう言葉あるんだよ、ビーフステーキで、ビーフビーフステーキね。これはんぺんのステーキね、はんぺんのステーキ、醤油味。一般的に牛肉が一般的だけで、別にステーキは肉とは限らないからね、家畜の肉とは限らないからね。これもはんぺん、まあ肉は肉なんだから、ね、魚類の肉だもんね、白身とかの肉、はんぺんも、ね、肉って言うと何でも炒めたり焼いたりするものがステーキだからね。スティックから来てるか、スティックね、ステーキ焼くにはさ、焼き目にしっかりくっつけることに、ね、だからノンスティだからさ、トランギアのさ、ストームクッカーはノンスティック加工って言うんだよ、あれノンスティックつかないって言うんでノンスティックだからね。ステーキは地面に、あれ焼き目、鉄板とかにさ、フライパンにしっかりくっつけて焼くってことはステーキだからね、ステーキね、うん。おー、いい感じだ。斜めってたよ。ダメ、斜めってた。やった。撮影中、大丈夫。今斜めってて、ごめんなさいね。スマホでもね、動画撮影しながらやってたんだ。スマホで、なんとか。ああ。お、でもよかった。もう一本足してこうか。もう一本。いい感じ、いい感じ。落ちちゃった。はい、どうも。今度お願い。どうもありがとうね。肉のステーキでも、肉のステーキは予算的にね、辛くなっちゃうんだよ、肉のステーキは。今日はね、電車賃とね、飲み代全部込みで2000円ぐらいだから。いや、2000円を2000円肉買ったらさ、肉だけで1000円超えちゃうかもしれない。1000円で、うん、そうみたいな。2000円、予算2000円、電車賃、あれ駅前のローソンストアで買った全部込みで2000円ぐらい以内。まあ、半分はまだ買ってっからね。本当に8分だけだったらね、1000円以内だよな。でも半分以外も買ってっからね。いいでしょ、炎。炎なる幸せ、いいでしょ。たまんないでしょ、これ。この景色。やっぱバーゴのシフキーブ、焚き火にはやっぱバーゴのシフキーブ、これ一番、これが一番高い。これ4000ぐらいすっから。一番高いやつ。これ1本4000ぐらいすっからね。やっぱ焚き火にはこれがあるといいよ。これがあるとやっぱり一番高いですね。うん、これで4000ぐらいすっから。一応全部金属、これ黒いのも全部金属だからね。うん、おお、いい感じだ。これが世に言う炎なる幸せ。ああ、うまっ。もう一杯飲もうか。もう一杯。はい、炎を見ながらコップ酒。はい、乾杯。乾杯。一人で乾杯。はい、乾杯。いいかな。いい感じでしょう。肉のステーキは予算的に難しいの。あ、でも今日は肉持ってきた。今度肉炒めやろうか。肉炒め、
これはベルモントのテーブルはほとんどこれコップ酒置き場になってる。コップ酒置き場がこれベルモントの、これを一応これ送料込めて2000円しないからこれ、うん、本当はポップアップ式なんじゃあれ、外のやつあれがいいかなと思ったんだけど、でもあれ高くてあれ4、5000円すっから、4000円台だから、まあこっちだったらこれで送料込みでも1700、800、まあ上位1500円と2000円の間ぐらい、2000円以内で買えるから、これでこれにした。本当はポップアップ式、よくベクゾーさんとか作って買ってるやつね、あれいいかな、でもあれ高いからね。これベルモントのこれはさ、あれ外のポップアップの半分ぐらいだけど、でも値段が安い、2000円対しないからね。コップ一杯と小皿一つぐらい乗っかる感じですね。ベルモントみたいな。もういいでしょ、炎。おお、よく燃えてるね。はい。おお。こんな感じ。2000円しか、でも2000円できたって、2000円あったらさ、そうだね、ソープランドも入れないね、入店料だけで4000円とかするもんね。そうだね、そうだね、確かにソープランドから比べたら高い、安いよね。入店料だけで4000円ぐらいかかるもんな、うん。2000円って指名状分ぐらいになんない、女の子の指名状分だけだもんね、大体。でもいい感じでしょう。炎っていいね。炎に見せられてって感じ。やっぱこれ横から入るのが嬉しいね、こうやって横からも入りやすいからね、こうやってさ、おお、いい感じ。今花輪さんはない、うちの近くだと花輪さんはね、どこだろう、足立の方に、足立区、隅田川、荒川越えて足立区行けばあったかな。 あとは、まあ都心だと湯島の営団の長田、湯島の駅の近くにあるよね、湯島のところ。で花輪さん高いじゃん、それ見ると花輪さんって高いよ、安くないやん、野菜類なんか高いでしょ。おー、いい感じ、いい感じでしょ、いい感じに燃えてます。秘密のビル、おー、いいね、またキャンプの時これ使おう。足がこんな感じ、ビール食うよりも気に入ってた感じがする。秘密のビルちゃん最高、こんな感じで。どうも、秘密のグルメ焚き火しながら、あっち道ないの、道なくてめっちゃ険しい道、はい、今のやつをずっと続けて。もういいな、大抵の場所はギカビは禁止だからさ、よほど